それじゃ私の担当の30分の講義を始めさせていただきます。最近の近縁ゲノム配列、それを比較すると、そうするとゲノム進化のダイナミクスが見えてきますということです。よく言われることなんですけれども、シーケンスしたゲノムというのは単なるスナップショットに過ぎないということなんですけれども、こういうスナップショットをですね、1つ2つ、それから何十と並べる、あるいはシーケンシングのイノベーションで何百枚何千枚と並べると、でそうするとこれ写真じゃなくて活動写真になりまして映画になってくる。でゲノムが実際に、生き物のゲノムっていうのはどういうふうに動いていくかっていうのが、動くように手に取るように分かると。でそれが狙いです。私たちの研究の狙いです。でつまりゲノム解読が非常にスピードアップしてコストも減ってるということで、一つのスピーシーズの中、あるいは一つの属ジーナスの中、その中で多数のゲノム配列を比較するということですね。まあ、方法はこれからご説明しますけれども、でそうすると遺伝子が入り込んだり壊れていったり、それからゲノムを再編したりすると、そういうダイナミクスが、ゲノム進化のダイナミクスが見えてくる。で例えばですね、薬剤耐性遺伝子が入り込む、そうすると抗生物質が効かなくなってしまう、あるいは病原遺伝子が入り込んで、それまで無害だったバイ菌が病原菌になってしまうということですね。そういうことが生態、人の体の中で起きている、あるいは環境の中で起きている、そういうのが手に取るように分かるようになるだろうということですね。でそうするとゲノムレベルからの薬剤耐性病原性のコントロールができると、ゲノムがどういうふうに進化していくか、細菌がどういうふうに進化していくかを予測することができるし、感染も予測することができるだろうということです。でここでは特に細菌ということを中心に話しますけれども、実は真核生物でもご存知の通り、一つの種内で何百何千と同じ種内でゲノムを読もうということが BGI ですね、中国の BGI なんかが宣言しているということで、ユーキャリオートでも使えるアプローチですね。それからヒトゲノムストラクチャーバリエーション、1000人ゲノムプロジェクトで、実際には2000人読めてしまうみたいですけれども、でそういうところでも、今までスニップスニップでベースペアのポイントミューテーションだけで私たちから見てはあんまり面白くなかったんですけれども、そのゲノムがリアレンジメントしてガタガタに変わっていくと、そういうのが見えてくるという時代になりました。でそういうのにも使えるだろう。それからまあがんゲノムですね、がんになってゲノムが非常に不安定になってどん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 変わっていくと、でそういう様子も捉えることができるようになるだろうということです。で一番方法の単純なことだけをお話ししますけれども、2つのゲノムをアラインするっていうのは基本ですね。でこれはインサーション挿入あるいは欠失がある場合ですけれども、これをドットプロットしますね。これがこっち、これがこっちですね。でそうすると全く同じならば45度の線がここに引かれる、で片方に挿入インサーションがあればこういう形になるということですね。それからこれはインバージョン逆位ということで、ここにこういう配列があると、それがひっくり返るということですね。そうするとこの X 型になりますね。でドットプロットではどうなるかというと、この上45度の線がここだけひっくり返る、こういうふうになってますから、そして右下45度になるということですね。でこれのバリエーションで、例えばここにある配列がこちらにデュプリケーションをしてくると、これはトランスポゾンが入るときですね、 DNA 型トランスポゾンが入るとき、こういうことがたくさんありますけど、それとこういうパターンになります。まあこのターゲットが100ベースペアぐらいで入る場合がある、制限修飾系なんか入る場合があるということを私たち見つけてますけど、でそういう場合、今ドットプロットはお示ししませんけれども、どういうふうになるかは大体見当がつくと思います。でこのインバージョンについても、こういうリピート、今度は逆向きのリピートに挟まれている場合とか、こうなっている場合とか、まあ、いろんなバリエーションがありますけれども、そういうのも、まあ、アライメントを書いてみてドットプロットをすると大体様子が分かってくるということになります。
で、これが私たちが開発したツールですね。内山先生とそれからインテックの日西さんがと私たちが開発したソフトで、CGAT、CGAT、コンパラティブジノムアナリスツールといいます。で、これは今申し上げたような、こちら側の方に2つのゲノムのドットプロットがありますね。これ45度になってます。ここのところでなくなってますね。で、こっちの方に出てます。それからこっちの方に出てます。またつながってます。それでここのところに行って、こうなってなってます。いうようなドットプロットのパターンですね。で、それで特定のところをズームインしてみたい。で、それで DNA 配列をアラインすると、こういうふうになってる。で、それに ORF を貼り付けると、こういう形になってる。で、ORF を貼り付けて、これ DNA を見ると、ここのところに何か DNA が入ってる。まあ、2つ。コーディングリージョンありますね。で、それがこれはリピート、そういうことが分かる。それからアライメントだけではなくて、ここのところにその挿入に伴ってダイレクトリピートができているというようなことも分かる。こういういろいろ具がついているわけですね。ゲノムリアレンジメントに関するいろんなフィーチャーをキャッチできるようになっている。で、そういうツールを駆使して何が起きていたのかを検討をつけるということになるわけですね。まあ、その一つの遺伝子には遺伝子のカテゴリーが入ってて、例えばトランスポゼースと似てますよとか、 GC コンテンツがちょっとか違ってますとか、コードユーセージが違ってます、外から来たんでしょうっていうことを教えてくれるわけですね。で、それからこのフィーチャーとしてはいろんな順向き逆向きのリピート、シンプルリピートっていうのも検出できるようになってるわけですね。あるいはこれまで分かってるトランスポゾンとかそういうのが見えるようになってるということで、そうやって詰めていくということになります。で、それからもう一つ、これある意味歴史学ですから、どっちが古い形かということが問題になるわけですね。で、そういう場合には、まあ、系統関係を考えるということが一つあるわけですけれども、水平伝達が非常に激しいのでゲノムの場合にはまあうまくいかない場合もありますけれども、それからもう一つはですね、 IS とかファージとかそういうモバイルエレメントがジョイントに入ってないかということを見るということがありますね。 IS インサーションシーケンスですけれども、そうすると入り込んだのが後だろうとか、あるいは入ったものが壊れていく、それが後だろうというようなことを推測するわけですね。まあ、それについては IS とかトランスポゾンとかゲノムリアレンジメントについての分子遺伝学的な知識が必要になるということになります。で、今日のスペシフィックなお話の内容ですけれども、一つはですね、私たちのチームが発見した新しいウイルスですね。それは自分がトランスポゾンを抱えていて、それを使って染色体に組み込むという性質を持ってたんですけど、そのお話を最初にします。その後2番目に進化の単位が遺伝子でない場合ということをお話しします。で、3番目にほんのちょっとピロリ菌、今私たちピロリ菌日本株をたくさん解読しようとしてるんですけど、そのことについてお話しします。それで一番最初の自分の持つトランスポゾンで染色体に飛び込むファージという話なんですが、これはナイセリア属の細菌ですね。ナイセリアとは何かというと、グラムネガティブベータプロテオバクテリアということになるわけで、ゲノムは2メガぐらいですね。で、比較的早く1つのジェネラの中で4つの完全なゲノムが解読されたということになります。病気としては髄膜炎を引き起こすナイセリアメニンジャイティリスというのがありまして、これをですね3つの研究室が3本のゲノムが解読されたわけです。それから同じジーナス、別のスピーシーズでナイセリア、ゴノレ、リン菌、これはリン病を引き起こすわけですけども、それも解読されて、そのゲノムを比較したということです。これはうちの研究室にいた河合君という人の仕事なんですけれども、そうするとこれはゲノム比較の一番単純な例ですね。2つのゲノムを見ていると、並べてみるとこっちの方にある配列が固まって入ってます。こっちの方に何も入ってません。これエンプティーサイトと言いますけれども、で、この CT って配列を縦にデュプリケートする形でこの DNA の塊が入ってましたということですね。
これが最後にたどり着いた一番わかりやすい例なんですけれども、でこれ中に何があるかというと、普通のブラストをやって調べるとアンノンコンサーブとかハイポセチカで 何が何だか分かんないんですね。でそれをですね、二次構造とかそういうフィーチャーに基づいて調べるとバクテリオファージに関係するということが分かるんです。でその系統樹を調べてみると、これらの遺伝子の系統樹とですね、この右にあるこれトランスポゾンと思われていたんですけれども、その系統樹がこう似てるわけですね。それまではたまたまこういうアンノーンの横にトランスポゾンかなんかが入ってると思われたんです。ところがこれ全体で一つのユニットだろうということが推定できたんですね。しかもこの辺はバクテリオファージのタンパクと同じような物理化学的な性質を持っているということですね。皆さんブラストでアンノーンハイポセティカルが出てくると大体諦めちゃうという傾向はあるんですけども、そうじゃなくて物理化学的なタンパクの性質ですね、そういうのをリトリーブすると何か見えてくるということがあります。でそれでこの端のところ、この単位で CT のところで閉じてみると輪っかになる。これはまあトランスポゾンだと思われたわけですけど、これ全体で閉じると輪っかになって、これそっくりなプラスミドっていうのが一つ見つかったわけですね。でしかも、ですからここのところでこれが輪っかになって、これが複製する形だろうということで、それが組み込むんだろうということになるわけです。で面白いのはですね、もう一つこれが閉じるとですね、プロモーターライクのシーケンスが再構成されるということを海君が発見して、ますますこれファージらしくなってきたということですね。それで繊維状のファージなんですけれども、一本差ファージ M13 みたいな、でそれがですねファージとして増えるんじゃなくて、ここに組み込んじゃう、で組み込んじゃうのが自分が抱えているトランスポゾンによるんだということを突き止めることができました。で実はこのファージが病原性の遺伝子をたくさん運び込んで、病原性の弱い株を強病原性の株に作り変えているということが分かりました。それからこれ発見した後、ワクチン開発に興味を持つ人たちが非常に興味を持ってくれてます。実はそれはどうやって見つかったかというとですね、ドットプロットで調べると、ゲノムリアレンジメントを調べるという話が元なんです。でこれが病原性の少ない株、これが病原性の強い株ということになります。そして病原性の強い株をよく見ると、この部分の逆位、大きな逆位が起きてたんですね。でそこのところにこの点線で書いてある病原性アイランドが入っていたわけです。で河合君が捕まえたのは、実はここのところにはこの赤い矢印で示すような関係があった。このつなぎ目の配列がこっちではこっち向きに入ってて、こっちではこっち向きに入ってる、この青い配列がここのつなぎ目の配列がこっちではこうなってる、こっちではこうなってる、こういう非常に奇妙な関係を突き止めることができた。これはどういうことかというと、まあ、これ一種のクイズなんですけれども、小学生の方が解きやすいかも、小学生中学生の方がすぐ解けちゃうかもしれませんけれども、一番最初にこの元の形がある、でそれにこの青い部分とホモロジーを持ったサークルっていうのが飛び込む、これに病原因子が入ってるわけですね。でこの間で相互的な組み換えを起こす、そうするとこういう形になる。この病原性のアイランドのど真ん中にこの赤い配列が飛び込む、でそうするとこういう形になる。でこの段階で2つの赤い配列同士で相互的な組み換えを起こすと、そうするとこういう形になります、見事になります。これまあ一番考えやすいルートなんですけど、そういうことでうまく説明できる。でその後じゃあこれは何なんだということをよく調べてみたら、バクテリオファージと似ていたということが発見の順序だったわけですけど、今昔はゲノム配列で
近縁ゲノム配列というのはほとんどなかったんですけど、データベースを見るともう何千もありますから、まあ、こういうクイズの材料がいくらでも広がっていると、いくらでも転がっているということになります。で、第二のお話は、まあ、進化の単位が遺伝子でない場合、これ何言ってるか分かんないと思うんですけど、今ご説明します。進化の単位というのは、まあ、それは、問題は何かというと、どうやって遺伝子ができるかということですね。新しい遺伝子ができるか、まあ、それについて大野進先生は、今まであった遺伝子の重複によってできるんだと、全てが盗作であるというような名言をおっしゃってますけど、でそういう意味で似た遺伝子ですね、パラログと言いますけれども、そういうのがどうやって出てくるかというのは非常に面白い問題ですね。でそこで、あのパラログクラスター、遺伝子がタンデムにつながっているというのが問題になるわけです。いい材料になるわけです。で今度使っている細菌はですね、黄色ブドウ球菌、スタフィロコッカスオーレウスというばい菌です。でこれはあのここにいらっしゃるあの第三演者の黒田先生がファーストオーサーで、あの平川先生、私も協力して世界で初めてのゲノム解読の論文を、10年ぐらい前ですか、11年、2001年、9年前に、出したんですが、あのサイテーションがとんでもなく多いですね。もうすぐ1000に行くかという感じですか、900ぐらいですか、サイテーション700、800、900ぐらいですか、あのすごい論文なんですけれども、これについてあの平川先生から詳しいお話があると思いますので、あのざっとしたことを申し上げますと、グランポジティブということですね。でこういうあのブドウの房のような形をしているバイ菌ということです。で薬剤耐性菌というので有名ですね。薬が効かない多剤薬剤耐性菌、MRSA、 これメチシンレジスタントスタフィロコッカスの RS なんですけども、英語では MRSA と呼んでいるそうですね。で10株以上でゲノム解読があのすでに出てました。それで配列は非常に似てるんですね。 DNA レベルで 95% 以上ということで、あのどういうわけかあのインバージョンがなくて、ナイセリアと違ってシンテにそれが保たれているということなんです。でそこにあのゲノムライアイランド、このアルファ、ニュー SA アルファというのが刺さってます。でそこのところにこの遺伝子のタンデムなクラスターがこう並んでいる、これ1種類ですね、がもう一つこういうふうに並んでいるということです。でこの遺伝子のクラスターを見るとですね、遺伝子の数、あの繰り返しの数が変わっているということになります。まあ、この遺伝子産物の機能っていうのはいくつか分かってて、ホスト、人間の免疫系をあの操作して悪さをしているというようなことが少しずつ分かってきます。で少しずつ遺伝子の配列が違うわけですね。でこういうバリエーションがどうやって生じるのか、ここで遺伝子がどうやってできるのかということに興味を持ったわけです。これは私たちの研究室にいた鶴君という人の仕事ですね。で彼がやったのはですね、ポリドットプロット、先ほどのドットプロットをですね、これ今ある10個ぐらいのタンデムの遺伝子ですね、これを全部つなげると、一つのゲノムから、またもう一つのゲノムからも全部つなげて、そういうことをやります。そうすると大体こっちが100でこっちが100ですか、そのくらいになるわけですね。1万ぐらいのボックスになるわけですけど、そこから情報を持ってこようということですね。でここをアップしてみます。そうするとあるゲノムではこれだけ10個ぐらい並んでる、でこれ10個ぐらい並んでるんですね。これ自分でプロットしてますから、45度の線がここにできているわけですよね。でその他にこういう点が見えるわけですね。ここに点が見えます。格子状に点が並んでるわけですね。だからこういう格子をつないで、あの赤いこういうチェックを引くことができます。きれいに多くの点はそういうところに載ってるわけですね。でそういうことが起きるっていうのはどういうことかっていうと、例えばここで見ると、一つの遺伝子のあるところと別の遺伝子のあるところ、そこが似てますよということですよね。
点が出るっていうのはよろしいですよね。ドットプロットの原理が分かりますよね。ここは似てますよという話ですよね。だから遺伝子の特定の場所ですね、この辺のところに似た配列があるということが分かるわけですね。でそしてヘテロンが別のゲノムを調べてみますね。例えばこのゲノムと別の菌のこの遺伝子クラスターとこの μ50 っていうゲノムの遺伝子クラスターを調べてみます。そうすると点のほかに長いつながりが見えます。でこの長い線が終わってるのがその交始点でちょうど終わってるわけですね。ということはどういうことかというと、その遺伝子の中にある特定の場所というのが組み替え点になっていますということですね。それでその遺伝子の中を調べてみます。それでシミラリティをプロットしてみます。これ DNA なんですけど、そうするとまさに遺伝子のこの辺り真ん中ですけれども、N ターミナスよりですけど、そこのところに非常にシミラリティの高い配列があったということですね。でここはよく保存されてるんだけれども、こっちの方はバリアブル、こっちの方もバリアブルというふうになりますね。ですからこういうタンデムのパラウムクラスターがある、こっちのこういうタンデムのパラウムクラスターがある、でそこに似てる場所がある、そうするとそこで組み替えを起こしてこういうものが出来上がるということが推測できるわけですね。そしてこの組み替え点を起こす、組み替えを起こす点ですね、そこのところで左右の遺伝子が取っ替わっている。この紫色と黄色が一緒にいたのに紫色とブルーが一緒になるようになっていると、そういうことによって新しい遺伝子が誕生しているということですね。でバリエーションが出ていると。でこれをよく考えてみますとですね、まあこういうふうに並ぶわけですけれども、普通僕たちは進化の単位っていうものを遺伝子 ORF だと思ってこれでブラストしたりするわけですね。ところがもしこういうことが起きているとなると、こういう進化の過程で保存されるのはこの紫色のユニット、ある遺伝子の上流の5プライムのところとお隣の遺伝子の3プライムのところということになりますね。一つの遺伝子じゃなくてこういう単位が進化の単位であるということになるわけですね、だろうと推測できるわけですね。でそれで実際に一つの遺伝子の5プライムと3プライム、これをつなぎ系統樹変えてつなげようとしてももうぐちゃぐちゃになっちゃうわけですね。ところがある遺伝子の3プライム側と隣の遺伝子の5プライム側というところで系統樹を並べてみると、これきれいに分かれるわけですね。グループできるこの色で区別しましたけど、そしてこの2つの遺伝子の今度は真ん中の部分を見てみますと、真ん中の部分もちょうどそのカラーグループによって違っているということになるわけですね。これでリボゾンバインディングサイトなんかも強い弱いがいろいろということになるわけです。ですから黄色ブドウ球菌のタンデムパラウムクラスターですね、どうやって遺伝子が出てくるかというと、真ん中に組み替えを互いにしやすいところがある、そこで組み替える、そういうことによってこの点の左と右が違うと、こういういろんなバラエティが、こういうバラエティ、こういうバラエティが出てくるということですね。でそれは同時にこの保存されるのがこの黄色い隣り合った遺伝子をまたがっているこういう黄色い単位とか赤い単位、そういうものが進化の単位だったということですね。でそれで実際にこことここが組み替えをやってこうなってるんだというような証拠ですね。でそれはアライメントで見ることができます。これ真ん中に書いてあるのが組み替えたい子供の配列ですね。で1番と2番の配列があって、お父さんとお母さんの配列がある。でこの組み替えたいっていうのはここまではお父さんとそっくり、ところがこれ以後はお母さんとそっくりという関係があって組み替え点を特定できたわけですね。ですからこういう形の組み替え点が、組み替えがいろいろ起きる、それによって遺伝子の数が減ったり増えたりしていると、あるいは置き換えが起きると、
そういうことが一つのゲノムの内で起きているのかもしれませんし、あるいは外から導入された遺伝子でそういうのが起きているかもしれない。で、そういうことによって黄色ブドウ球菌のタンデムな遺伝子のクラスターですね、パログのクラスターっていうのが成立しているんだろうということですね。まとめると、まあ、ここで組み替えるということによって一つの遺伝子の右と左が取り替わってバラエティがいろんなバラエティが出てくる。その過程で実は進化の単位というのは一つの遺伝子ではなくて二つの遺伝子をまたいだ単位であるということになるわけですね。それが2番目のお話です。最後のお話はピロリ菌で、これは現在解析が進行中なんで非常に簡単にお話しします。でピロリ菌は何かというと人類の半分の胃袋に住んでいるバイ菌ですね。ここに写真がありますけれども、それで子どもの頃もらってですね、それが何十年と胃袋で進化していくということが分かっています。で人間のホストの胃の方では最初は胃が痛い、胃炎、それが胃潰瘍あるいは十二指腸潰瘍になる。でついには胃がんを引き起こすということですね。でおそらくピロリ菌のゲノムの進化、それからヒト細胞のゲノムの進化、まあ、エピゲノム、トランスクリプトも含めてそういうのが対応してこうエボリューションが起きてるんじゃないかというのが魅力的な仮説ですね。このピロリ菌ゲノムというのは分かってる生き物の中で一番ホモロガスリコンビネーション相同組み換えの頻度が高いということが分かってます。非常に変わりやすいゲノムなんですね。でその一つの例ですけれども、ピロリ菌ゲノムが体内で進化したという例ですね。慢性の萎縮性胃炎を患っている方がいらっしゃいました。でそこからピロリ菌を取りました。4年経った後この方胃がんに進行しました。でそこからもピロリ菌を取ります。でそしてDNA のマイクロアレイでどういう遺伝子があるかを調べたというわけですね。そうすると失った遺伝子としてあったのがDNA 修復に関与する遺伝子、まあ、個別に言うとウラシル N グリコシラーゼとかですね、あるいは転写と DNA 複製がカップリングするためのファクターとかそういうものがなくなって、それから外膜タンパク、アウターメンブレンプロテインですね、音符、それもなくなっている。いくつか、はい、一つだったと思いますけど、でこれでこういうものがなくなったからゲノムが不安定になってホストゲノム、ピロリ菌のゲノムがどんどん変わっていくということが説明できるわけですね。それでついにはホストとのインタラクションもおかしくなってがんを起こしたという考え方が、まあ、ことが考えられるわけですね。あるいはその逆かもしれません。このインタラクションはわからないわけですけど、でそれ以外にもっと驚いたことには獲得した遺伝子というのがあったんですね。でそれは金属プロテアーゼであったり制限収縮遺伝子であったりということは、ピロリ菌は胃袋にいるけれども決して孤独ではないということですね。人間の消化管内のマイクロバイオーム、そういう他にもバクテリアがたくさんいて、そういうところから遺伝子をもらっているということが推測できるんですね。まあ、その後このラインの仕事はいろいろ出てきて、まあ、新型シーケンサーが活躍できる場面じゃないかなと思いますけれども、でもう少し長期的に見るとですね、ピロリ菌っていうのは私たちのご先祖ホモサピエンスがアフリカを出て世界に広がると、それに伴って胃袋の中にくっついて世界中に広がりました。それで進化が非常に早いので地域的なバリエーションがこういうふうに出来上がっているということですね。で日本にいるのは東アジア型ということになります。ご存知の通り日本は胃がん大国と
ということで、がんで亡くなる数が世界でも非常に多いということが分かっています。で、一つの仮説として、この日本にいる東アジア型のピロリ菌っていうのが超悪玉細菌、そのジェノタイプが効いてるんだという非常に魅力的な仮説があります。もちろんそれに対する仮説として、実はこの辺は冷蔵庫がよく普及してるとか、しょっぱいものを食べないとか、そういうような説明もあるわけですけれども、まあ、そのゲノムを超悪玉細菌かもしれない、この辺のゲノムをたくさん読もうと私たちは言ってるわけですね。100株1000株とできれば日本だけで読みたいと、日本だけでもそれだけ読みたいというふうに考えています。で、ゲノムが変わっていく様子を突き止めたい。で、そのお話についてはまあ次の機会に譲ることにしまして、皮下ゲノムとして最後に一つだけピロリ菌以外のヘリコバクターの話をします。このピロリ菌っていうのは人間に感染するわけですけれども、フェレットとかですね、マウスとかそういうのにはかなりピロリ菌と遠いヘリコバクター属の細菌がいるわけですね。で、ピロリ菌に一番近いヘリコバクター属の細菌がいるのは何かというと、ライオンとかチーターとかトラという、こういう大型の猫科の動物なんですね。それが一番近い、これは人間のピロリ菌ですね。それに非常に近いところにいるヘリコバクターがいる。これはヘリコバクターアシノシスシーバということになるわけですけど、で、こういう場合の説明としてはホストジャンプですね。一つの病原体が人間と二つのホスト、かなり遠いホストにいると、で、それは何かの機会でジャンプしたんだろうということになります。そこでこの人たちは、論文のタイトルはどっちがどっちを食べたのということですね。人間がライオンとかトラのご先祖を食べたのか、それで移っちゃったのか、あるいは逆にライオンとかチーター、トラのご先祖が僕たちのご先祖を食べて胃袋に入ってたピロリ菌に移っちゃったのか、どちらかということですね。で、そういうところでゲノム比較が決定的な答えを与えたわけですね。で、それはゲノム解読をしています。で、これ外膜のタンパク質の遺伝子なんですけども、これがピロリ菌の遺伝子ですね。で、こちらの方のヘリコバクター、アシノニシスと言いまして、ロシアのサーカスで胃炎に悩んでいるライオンから取られたと、それをシーケンスしたという話なんですけど、見てみると、この遺伝子がズタズタに壊れてるんですね。これ、4つぐらいの、他の、ストレンからも取って調べてみるんですけど、だから この壊れ方を見ると、こっちの方が、ご先祖でこれからこうなったとはとても考えられない。ピロリ菌の方がご先祖で、その遺伝子がどんどん壊れたんだろうというふうに考えられるわけですね。で、そういうことで風営とフムについては、この大型猫類のご先祖が昔アフリカに住んでた僕たちのご先祖を食べちゃって、その時ピロリ菌にも移されてしまったんだというような結論ですね。ゲノム比較としては非常に参考になる論文だと思いますけれども、以上、私たちの紹介した仕事はですね、その最初のお話は河合君という人、大学院生ポスドクをうちでやって、その後基礎生物学研究所ジャムステックに行った人なんですけれども、その後2番目の黄色ブドウ菌の話はここにいる鶴君という人が中心になってやりました。それからピロリ菌はですね、この河合君と今ここで中継を頑張っていただいた古田君が中心になって進めています。で、以上で私の講義を終わります。